はいどうも、 J グループアドバイザーの、夏目瀬奈です。今日僕が、持ってきた、企画は整形についてです。なんで、整形にしたかっていうと、僕自身整形をしてます。で、それで、僕がしてきた体験とか施術とか伝えれたらなって思います。今偏見とか持たれるもう時代じゃないですし、当たり前みたいな感じじゃないですか。でも気になってるけどまだやってないとか、何々が怖いとか不安とか多分たくさんあると思うんで、この動画を通して、あ、僕もやってみようかなとか、私もやろうかなみたいな思ってもらえたら嬉しいかなと思って撮っていきます。まず整形のメリットと、デメリット話していこうと思います。メリットは自信が持てる、これに限ると思うんですけど、整形する人ってコンプレックスとか劣等感とかあってすると思うんで、それが改善されるっていうのが、最大のメリットですよね。僕もやっぱり自信持てましたし、やっぱり自信が持てると明るくできるっていうか、今までだったら結構消極的だったんですよね。それがやっぱり自分に自信が持てるから、仕事の意欲も増したりとか、これってやっぱりずっと続くものだと思うんで、人生が変わるかな、変わったと思います。で、デメリットがまずお金がかかる。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、総額500ぐらい整形に使ってました。あと、戻せない施術もある。例えば、埋没とかだったら糸切ったら元に戻ると思うんですよ。でも切開したら完全には消せないです。メス入れるやつは基本的に完全には戻せないと思います。修正は多分何でもあるんですけど、で、可能性は多分低いと思うんですけど、感染症の可能性が出てきます。手術根からこの膿が溜まっちゃったりとか、炎症が起こっちゃったりとか、最悪変形しちゃうみたいな、輪郭の手術とかだったら麻痺が残っちゃうとかっていうリスクもあります。滅多には起こんないって感じなんでしょうけど、なる可能性はある。もしそれが起きても了承しますみたいなやつをサイン書かないといけないですね、する前に。以上デメリットですね。次に僕がどこの整形をいつしたかっていうのを紹介したいと思います。ちなみに整形する前の顔がこれです。僕はめちゃめちゃ変わったなって思います。22の時にさっきちょっと話した2点止めの埋没をしました。で、24歳の時に4点止めの埋没をしました。僕が最初したのが末広型だったんで、後から平行にしたいなと思って、やりました。で、だいたい2点止めが多分6万ぐらいで、4点止めが、20万でお釣り来るぐらいでした。で、26歳の時に鼻の整形をしました。やった内容が、プロテーゼ、鼻中隔延長、軟骨移植、鼻線形成かねの4つで、プロテーゼっていうのは厚さ2ミリぐらいかな、僕に入ってるのは布みたいな、こう癒着しやすいやつを入れてます。それとあと鼻線形成っていうのが鼻の先っちょツンってとこ尖らせるみたいな、とあと鼻中隔延長と軟骨移植がセットだと思うんですけど、鼻中隔延長っていうのが鼻の穴と穴の間のこれなんですよ。で、そこを切って延長する、軟骨を使って。この時は、僕が矢印鼻にしてもらいました。で、軟骨移植なんで耳介軟骨っていうんですけど、自分の耳の裏の軟骨を取って鼻に入れました。あと外耳さんの保存用軟骨っていうのが別であるんですけど、それも、入れましたね。でそれが多分160から180ぐらいだったと思います。で、29の時に鼻のやり直しですね、やりました。なんでやったかって言ったら、矢印鼻にしたって言ったんですけど、やっぱ普段の生活で笑ったりとか顔の表情ね動かしたりしてるうちに顔全体の皮膚って動くから、それがめちゃくちゃ嫌で、やりましたね。プロテーゼの入れ替えと鼻中隔延長やり直しと、あと肋軟骨移植と、あとわし鼻削りですね。で、なんでわし鼻削りしたかって言ったら、ちょっともろかった、なんでわし鼻削って合わせたって感じですね。でそのために、もうちょっと強い軟骨使った方がいいねっていうことで、肋骨の軟骨を使いました。160、70ぐらいだった気がします。だいたいそれぐらいでしたね。でついこの間30歳になって、目の全切開と皮膚除去とあと脂肪取りをしました。これなんでしたかって言ったら、食い込みがちょっと浅くなってきたかなって思ったのと、あとその食い込み浅いけど幅広いみたいな感じになってたんでやり直しました。で今、手術して多分12、3日目
なんですけど、化粧したらもうほとんどわかんないかなっていう感じ。あ、プラスで、まあ、涙袋とか入れたり、顎ちょっと前に出して口角上げるためにボトックスとヒアルロン酸打ったりとかしてるんで、それで合計500ぐらいですね、大体。次なんですけど、まあ、整形について質問を、10個集めてきたんで、それについて答えていきます。まず1つ目、ダウンタイムについて、目に関してまず言っていきたいと思います。埋没は2点止めと4点止めはほとんど腫れないかなって感じですね。ちょっと泣いた後みたいな感じ。4点止めはまあちょっとここら辺とかにこう血溜まったかなぐらいだったっすけど、ファンデで隠れるレベルですかね。で、切開なんですけど、手術中は痛くはなかったんですけど、麻酔が切れた後が、まあ、ビリビリ来る感じでしたかね。で、まあ、今は大丈夫なんですけど、サングラスあれば外歩けるかなって感じですね。初日は痛かったですけど、それ以降は特に痛くはなかったです。鼻はここを切って血抜きの管を通してるんですよ。3日ぐらいかな。で、それ取ってギブスもつけるんで、でギブスが10日ぐらいですね。で、抜歯がもうちょっとしてから十何日とかで、仕事とか行けるようになるまでは1ヶ月ぐらいは取っといた方がいいと思うんですけど、外に出れるぐらいになるには20日はかかると思います。お風呂は入れるんですか？これも施術によるんですけど、埋没4点止めだったら特にしてはなかったと思います。翌日から OK みたいな感じでしたね。切開は1日目体は洗っていいよみたいな。3日目ぐらいからは洗顔しても OK、 5日目ぐらいから化粧 OK だった。そんな感じで、鼻は1週間ぐらい入れないんで、温めたらダメらしいんですよ。血がやっぱり止まんなくなっちゃうから、1週間ぐらいは入れなかったような気がします。痛みはありますか？埋没は痛くなくて、切開はその日だけ痛くて、最初の鼻は全然痛くなかったんですよね。その修正の時に肋骨の軟骨を入れたって言ったじゃないですか。その肋骨を取ったところがめちゃくちゃ痛かったですね。全身麻酔ってなんかもう寝てる間に終わってるんですけど、寝てる時に口の中になんかその管通すらしいんですよ。で、終わった時に喉がめちゃくちゃ痛かったんですよ。で、咳しようとしたらここ切ったばっかなんでめちゃくちゃ痛いんですよ。で、その後3日間ぐらいは歩くのがめちゃめちゃ痛かったんで、食い物とかベッドの周りに置いとくことをおすすめします。で、鼻ほじれますか？鼻全然いつもほじってます。なんか鼻を整形したことによって、まあ、鼻尖るわけじゃないですか。鼻の穴が伸びるんすよね。鼻くそがここに溜まるようになりました。なんでいつも家で綿棒でやってます。麻酔痛いですか？麻酔自体は痛くないですね。だいたい目する時とかここに最初目薬の麻酔して、でその後ちょっと効いたらここまぶたに2個麻酔して、でそれが効いたらまぶたのこう裏ベロンってされて打つって感じだと思うんですけど、最初のここは多分ちょっとチクってはすると思うんですけど、裏打つときはここ効いた状態で打つんで全く痛くないですね。一番安い箇所と値段、プチを含めるなら涙袋が多分3万でお釣りが来たぐらいだったと思います。で、埋没が2点止めで5、6万ぐらいだったと思うんで、まあ、それが一番安いですかね。おすすめの、施術教えてください。埋没っすかね。なんでかっていうと、一番変わり映えがする、人と会ったらまず目じゃないですか。そのなおかつ低リスクで低コストっていうやつだったら埋没だと思う。どこの病院でしましたか？目の埋没は城本クリニックでして、で鼻はビスポーククリニックでして、目の切開が東郷美容外科クリニックでしました。糸リフトどうですか？僕糸リフトやってないんですけど、さっきも言ったんですけど、僕結構変わり映えする感じじゃないとやりたいなって思わないですよ。お金結構高いので、僕は今はやりたいと思ってないですかね。最後ですね。今後やりたい整形は、本当は僕はここの顎の骨をごっつりいきたいんですよ。した人の YouTube とか見たりしたことあるんですけど、バチバチに腫れてるんでちょっと怖いですし、多分やらないですね。で、あと目の眼瞼下垂ですかね、一緒にやろうと思ったんですけど、目やった時になんかまあちょっと別々でもできるって感じだったんで、こっちの経過見てやろうかなって。
思いました。はい、こんな感じで答えていきました。最後にこれから、ね、整形考えてる人へ、まあ、アドバイスじゃないですけど、まあ、思い立ったらすぐ行動した方がいいと思います。もうすぐ電話してカウンセリング行って、でもすぐ予約取って一歩踏み出せないって感じなら、もう予約先に取ってお金払っちゃったらもうするしかないんで、もしキャンセルって言ってもあのお金返ってこないんでね、あと一つなんですけど、まあ、今言ったことと矛盾するんですけど、病院選びは慎重にした方がいいと思います。先生とかによって思考が違うんで、こういう感じじゃなかったのになっていう感じになったりすることも多い。自分と価値観が合う先生にやってもらった方がいいと思います。一生もんなんで、まあそんな感じで、整形についてでした。ありがとうございます。